池さんが代表を続けると議会のチェック機能が働かないということなんですが、後任の野田さんも特別秘書ですので、まあ、知事と一体の立場なので、あまり変わらないという声もあるんですね。ねえ、町の声でちょっとずるいわねっていうのは、はい、なんかね、率直な印象なんじゃないですかね。選挙だけ代表として戦っておるということになりますよね。うん、いや、それでこのまず閉会中審査っていうのは、私よく分かってないんですけど、普段やる予算委員会とかああいうのと同じようなことなんですか。はい、そうですね、まあ、総理など関係の閣僚などを出席させてということなんですが、一つのテーマに絞るんですか。はい、まあ、おそらく安倍さんのこの家計問題であるとか、総理の政治の基本姿勢みたいな形で集中審議にしましょうという形になるんですが、大体ですね、衆議院で1日、参議院で1日というようなことが大体行われる場合多いんですね。たったの1日。はい、週3でそれぞれ1日、まあ、合わせて2日間ぐらいですね。野党の議員さんが、はい、予算委員会みたいな、はい、特会引き換え出てきて、そうです、なんじゃらかんじゃら、はい、ははどうです。そうですね、やっぱりやった、なんとなく別に見たわけではないですけど、消化不良になりそうだなって感じがしますよね。なんかそれをやったからっつって、新たなの安倍さんの、まあ、やりましたよという感じですよね。なんかね、いや、僕らは別にその賭けについてですね、いわゆる法律的に触れてるとかっていう、そればっかり言う人いますけども、そうじゃないってね、それから特区制度っていうのも別に反対してるわけではない、だけどあれ、もうあんなにガチガチのお友達で ねもう周りの反対を押し切ってね、安倍さんが言うところのね、岩盤をね、もうガーッとね、突き破ったら、お友達があそこにいたってたまたまだみたいな、そういう言い方、それがなんかこう、トゲのようにこうずっと引っかかってて、それを引っこ抜かないと、いうことは全て信じられないみたいなところがあるわけですよ。そうですよね。特に。どうですか、それ。まあ、その後の、いわゆるその、出てくる官僚たちの答弁とかね、はいはい、資料をどうしたとか、そういうのっていうのが、まあ、いわゆる我々にとってすごくその、国民に利益をもたらす方向に動いてないっていうか、もう隠して隠して隠してね、要するにそのなんか まあ、あんたは知らなくていいんだよというようなこう強引さもちょっとそこに見えたわけですよね。いや、官僚たちのすっとぼけぶりっていうのもですね、あれも腹に据えかねますよね。やっぱり緊張感ないしね、彼らを選挙で選ぶんだったらね、もう今落選してますよ全員ですね。いや、本当そうです、ね、あの辺の嘘つき、みんな、ね、普通を並べてね、もうみんなで打ち死にですよ。うん、でこれでどうなんですか、安倍さんが国民をある程度納得させることのできる閉会中審査にならなければ、これはますます辛い立場に行っていくと思いません。いや、その通りですよね。私そう思いますよ。だから消化不良みたいなことやると拡大再生産になるっていうかね、問題をもう一回こうなんか一からバーッと拡大していくような感じはしますよね。だからまあその要するに何を求めてるのかっていうことをがっちりとキャッチすれば、必ずしも賭けじゃなくてもいいような気もしないでもないですよね。だからもういわゆるそのど真ん中というか、もう一番国民が聞きたいと思っているところに、素直に誠実にしっかり答えられるかどうかということですよね。